おすすめですか、わかるかな。行きましょうか。だから中の内臓を取り出す。しっかりくっつけながら。内臓もでけえ。はい、そしたらこの血合いの部分に包丁を入れて、この血がこれだけざっくりあるから、こんだけあるんですよ。はい。そうやって出せちゃうんですね。ね、引っかいて取れちゃうから。うん、まあもちろん洗ってあげるのは洗ってあげるんだけど、こんな感じで血が塊で取れるんですよ。はい。でこっち側も、反対側も同じ方に繰り返し。血ですか？ですね、ありました。はい、これも先ほどと同じように手巻きにする場合はだいたい 20g から 30g ぐらいですね。あとはこっちの、あの普通の先ほどの塩辛の手巻き、じゃあまあ即席の手巻きみたいな感じですね。要は海苔をその巻く手間さえも省いてあげるっていうのがこっちなんです。はい、なんかあの割と今ウニとかを出す提供するときに、はい、でこぼれても全然お構いなしっていうような感じでやるパターンがこっちのタイプ。そしたら軍艦にする場合は先ほどの軍艦のりでこうキュッと、はい、もうキュッと、でなるべくねシャリをちょっと高くしてあげるぐらいの状態にしてあげておくといいです。で両サイドには大根、これあの今生姜醤油につけている状態なんですけど、
これもザクザク切ります。そしたらもうあとは真ん中にちょろっと置いてあげる。あんまりね入れすぎるとねこれもしょっぱいんで、北海道のやつはこの状態にプラスアルファネギを入れる、これだけなんですよ。ただこれであの時間が経った時すごくかっこ悪いんですよね。それなんであのどちらかというとこういった形であの大根おろしでもいいから、ただ大根おろしの場合水分を持ってるんで、はい、あとあの大根のスライスとか、はい、っていうものをかましてあげてもいいです。であとはまあこれの場合は生姜をもうつけてあるんで、どっちでも1ミリ程度にスライスしたこの大根を置いといてあげて、大根と一緒に食わせるっていうパターンが多いですね。はい、こんな感じで。ネギは臭み消しに近いものなんで、はい、まあ、入れてあげると色味も立つんで、はい、どっちでもそこは構いません。はい、そしたらですね、先ほどと同じく切ってから、はい、そしたらこのネギをくっつけて、はい、この状態で伸ばしてあげます、はい、でネギを伸ばしたら先ほどのこの目粉を入れて包んで絞って回してあげると、はい、というような形で出していきます。あともう一つの形としては、先ほどのようにこの状態を作ってからネギをつけてひっくり返して置いてあげると、そしたらここに先ほどの麺粉を乗せて、はい、まあ、要は軍艦よりかこの状態で、はい、どうぞ、はい、手渡ししてあげると、はい、そうするとこんな感じで麺をつけて、この心臓の部分もちょっとこっちに入れておきましょうか。これはね、あの基本的には塩漬けした後でしょ。